どうもクライオンです。まずはチャンネル登録お願いします。そして今回はこちら、何やら物騒なツイートがありますが、読んでみましょうか。物価高で生活が苦しい国民を尻目に海外へ大盤振る舞い。確かにね、きっと帰国後に増税を言い出すということで、 ATM 活動ご苦労様です。最近では確かこんなのもありましたね。ガーナに700億円ポンと。その前は確かウクライナにも、そしてその前もということでね、まあ外遊しながら ATM 活動に精を出しておられるということで、まあご苦労様でございます。で、帰国後本当にこうなっちゃうのかということで、まあ今後のね、増税カレンダーという内容のこの動画、一応皆さんと一緒に今回ていきましょう。ではどうぞ。自公大増税カレンダー。この動画を保存すると、岸田内閣による何の増税か、いつあるかすぐ分かるようになります。まずは2023年4月に国民保険料の2万円の引き上げ、10月インボイス制度導入と消費税引き上げ議論開始、年内自賠責保険料が引き上げ、来年2024年4月にタバコ税増税、法人税増税、所得税増税、復興特別所得の期間延長、2024年中には高齢者の介護保険を自己負担額を2割に引き上げ、国民年金の加入を65歳に引き上げ、2025年結婚子育て資金一括贈与廃止、後期高齢者医療保険の保険料上限引き上げ完了、教育資金の一括贈与廃止、退職金の非課税枠縮小、とどめは厚生年金の支給減額。本当にヤバすぎるので、この動画をシェアして広めてください。ということでね、なんか最近給料上がったとか言ってる人もいますが、まあほとんどが大企業でしょ。ということで今後はね、皆さんじゃんじゃん副業なんかした方がいいと思います。まあ今後はね、ちょっと副業に関するネタもやっていきますので、ぜひお楽しみに。ということで今回は以上となります。ではまた。